こんにちは、カラスルナコジローです。今回の動画では、風の指導でよくある、膝を抜くがうまくできない人に対して、うまく対策方法を紹介していきたいと思います。膝を抜くっていう体の使い方になるんですけど、うまくですね、この膝抜き、スッと、前足の膝をクッと抜いて、相手に攻撃をするっていうパターンになるんですけど、これまで、足首が硬いとか股関節が硬いことで膝がうまく抜けないっていう紹介もしてきたんですけど、今回は膝そのものに問題がある場合について、紹介していきたいと思いますので、膝が抜きがうまくできない人は参考になる内容になると思いますので、ぜひ、最後までご覧ください。膝抜きに関して、考えるときに、膝の構造をちょっと考えていくと分かりやすいので簡単に説明していきたいと思います。はい、このように骨盤、上にあるのが骨盤と考えていただいて、ちょっと下手な絵なんですけど、ここに穴が開いていて、股関節に穴が開いていて、はまっている。そこから下に伸びてきて、膝のお皿があって、そこから下にすねの骨が、2本存在しているっていう、構造に簡単に言えばなっています。この構造を考えたときに、例えると分かりやすいので、例えてちょっと紹介していきたいと思います。この膝のお皿、この膝のお皿が電車に例えます。で、この電車は、大腿骨とすねの骨っていう骨の上、レーン、これがレーンだと考えていただいて、このレーンの上を微妙にこの膝っていうのは上に行ったり下に行ったり横に行ったりっていう風に少し動くようにできてます。しかしなかなかこの、膝のお皿がうまく動かなくなってしまうと膝の痛みが出てしまったり、そもそも膝を抜くっていう体の使い方がうまくできないことになってしまったりします。そこで考えていただきたいのが、まずこのレーンがずれていないか、上のレーンと下のレーンがポジションがずれていないかっていう確認と、あとはこのお皿自体をちゃんと動かすことができるかっていう2点、この2つをチェックしていただくと膝抜きがうまくできるかっていうところが明確に分かってくると思います。このレーンを整えるっていうところは骨格調整で僕自身が調整することはできるんですけど、動画上ではなかなかそれができないので、今回はこの膝のお皿、電車部分を簡単に動かして調整するっていう方法をお届けしたいと思いますので、ここから早速調整方法に関して、紹介していきたいと思います。はい、ここから、調整を紹介していきたいと思います。先ほど話したように大腿骨、足の骨があって、膝のお皿があって、膝の下のすねの骨が、あります。さっき話したように、レーン、電車、レーンという感じで存在するんですけど、チェックしていただきたいのはこのレーンがちゃんとまっすぐなっているかどうか。僕自身の場合は膝のお皿の電車の下のレーン、すねの骨がちょっと外側にずれてしまっている。この状態で踏み込んでいると、靭帯、レーンがずれているのにずっと負担をかけ続けることで、この辺りの靭帯を痛めてしまっているパターンが、ありました。ですので、踏み込むときはまずこの骨と骨がずれていないかっていうのを、チェックしていただいて、踏み込む方向、つま先の向きと膝の向きとかを調整していくのが、大事になってきます。で、今回紹介するのがこの電車自体を動かす方法になります。で、この電車はお皿の膝のお皿になるんですけど、この電車が、ももの力が入った時っていうのは上に上がる、で抜けた時は下がる、上に上がったり、下がったり、あとは横にこう移動したりっていう感じで動きを少しずつするっていうのが、膝の特徴になります。ですので、この膝のお皿を下から上にちょっと持ち上げてあげたり、下逆に上から下に下げてあげたり、あとは横からこう押してあげたりして、少しずつお皿がちゃんと動くかどうかをチェックします。上に上げたり下に下げたり横に動くかどうか、はい、このように動かしていくと、どちらか例えば右には行きやすいけど左に行きづらいとか、上には上がりっぱなしで下になかなか下がってこないっていうパターンが見受けられます。こういう時は周りにある筋肉が固まっていることが考えられます。なので、ももの筋肉を少しこのようにほぐしてあげたりとか、あとは膝自体をちょっと動きづらい方向は多めにずらしてあげる。あまりこう力ずくでやる必要はないので、力を加えてあげて膝のお皿の動きを確認するぐらいの感覚で OK です。上に上げたり下に下げたり、このように骨、お皿の骨を、動かしていくことで周りについている
すねの筋肉だったり、ももの筋肉が、骨が動くことで緩んでいくっていう結果に、っていう効果が得られると思います。はい、このようにほぐした状態で、ちょっと立ってみたいと思います。はい、このように調整していくと、先ほどより、調整した方の膝っていうのが軽さを感じていただけたりとか、膝のこの曲げ伸ばしがしやすいっていうのが、実感していただけると思います。さっきお話ししたようにこの膝のお皿が動いていくことで上にあるももの筋肉だったり、すねの筋肉っていうのも少しほぐれてきたりする、効果が得られます。このように、コンディションを整えた状態で練習をすることで膝の負担をなくしたりとか、膝抜きがしやすい状態を作って、動くことでその使い方を体が覚えるっていう、好循環を生み出すことができるので、ぜひこれ膝の抜きがうまくいかないとか膝が痛いっていう方は、ぜひやってみていただければと思います。はい、ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。もし今回の動画が良かったと思っていただけたら評価ボタンお願いします。このチャンネルではこういった形で、空手選手に向けてパフォーマンスが上がるような内容だったり悩みを解決するような方法をお届けしています。他にも、悩み事や気になるところなどありましたら、コメント欄に書き込んでください。チャンネル登録ぜひお願いします。今回の動画は以上です。ありがとうございました。